デントン郡は、アメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する大都市、郊外型郡である。2010年国勢調査で、の人口は66万2614人であり、2000年の43万1976人から53.0%増加した。郡庁所在地は、デントン一種である。デントン郡は1846年に設立され、郡名及び、 デントン氏の名前は共に初期開拓者だったジョンビー・デントンにちなんで名付けられた。ダラス・フォートワース大都市圏の北部に位置し、国内でも最大級に人口成長率の高い軍である。州内第3の都市であるダラス市や第5の都市であるフォートワース氏の小部分が軍内に入っている。デントン軍となった地域に白人開拓者が入ってくる以前は、 キチャイ族やレナペ族など様々なインディアン部族がまばらに住んでいた。1840年代初期にまずピーターズコロニーの地主が入植した。テキサス併合の時までこの地域はファニン軍の一部とみなされていた。1846年4月11日第一期テキサス衆議会がデントン軍を設立した。軍名は1841年に タラント軍にあったインディアンの集落を襲撃した時に、殺されたジョンビー・デントンにちなんで名付けられた。もともと軍庁所在地は、ピック・ニービルにあった。現在もあるアルトン教が作られた時に、アルトンの町に変更され、さらに最終的には、デントン氏に移された。1860年までに、人口は5031人になっていた。1861年3月4日、 軍民の投票で331票対264票という接戦で合衆国からの脱退を決めた。1880年代初期にはミズーリー・カンザス・テキサス鉄道が軍南部にあるルイスビルを通った。デントン軍旧庁舎は1896年に建造され、今日では様々な政府事務所の他に博物館を収容している。デントンは ダラスフォートワース大都市圏の北部に位置し、テキサス州とオクラホマ州の宗教からは南に約35マイルにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は952.98平方マイルであり、このうち陸地878.43平方マイル、水域は74.55平方マイルで、水域率は7.82%である。 最大の水域は、ルイスビル湖であり、1954年にガルザ・リトルエルム貯水湖が、ダラス湖と合流して形成された。東、クロス、ティンバーズ地域の生端にあり、グランドプレーリーの一部である、テキサス国土プレーリーに広がってもいる。軍の一部は、天然、シェイルガスが大量に眠っていると考えられる、地層である、バーネットシェイルの上にある。 1995年から2007年にかけて、軍内の天然ガス井戸の数は156から1 8 2 2まで増えた。週刊高速道路35号線の東支線と、西支線の北側交差点が、軍内伝統市の北テキサス大学キャンパス近くにある。これらの道路はそれぞれ、ダラス市とフォートワース市に向かっている。1931年、 ルイスビルを抜け、デントン市とダラス市をつなぐアメリカ国道77号線の舗装が完成した。農場市場直結道路3040号線の全体が群内にあり、フラワーマウンドにある農場市場直結道路2499号線との交差点からキャロルトン市のヘブロンパークウェイにつないでいる。デントン軍交通公社がデントン、ルイスビル、 ハイランドビレッジを含む軍内のバス便を運行している。また、通勤列車の A とレインも運行しており、ターミナルがキャロルトンにある。軍内には、レントン市民空港とロアノークのノースウェスト地域空港がある。ダラスフォートワース国際空港は、軍の南スマイルの位置にある。レントン軍の中にその全体が入っている、教育学レントン軍内に、 夏季の高等教育期間がある2000年から2007年にかけて人口は41.4%増加し国内でも29番目に成長速度の高い群となった以下は2010年の国勢調査による人口統計データである基礎データ人種別人高校生ありがとうございます